日は雨の中、あいにくのお天気になってしまいましたが、シャリースニューアルバムインフィニティリリース記念イベントスペシャルワンデーフリーライブにお越しいただきまして、皆様誠にありがとうございます。いよいよ本日、待望のセカンドアルバムが日本独占リリースされますシャリースですが、改めましてシャリースのご紹介をさせていただければと思います。シャリースはフィリピン出身の19歳、幼い頃から数々のコンテストに出演し、その映像がインターネット上で爆発的な話題となり、約1500万視聴を記録いたしました。それをきっかけにアメリカで最も影響力があると言われているテレビトークショーオプラ・ウィンフリーショーに出演し、圧倒的な歌唱力パフォーマンスを披露したところ、大物プロデューサーのデビッド・フォスターの目に留まり、ワーナーミュージックとの契約の橋渡しを受けました。昨年発売されましたファーストアルバムシャリースは全米でも大ヒットいたしまして、ビルボードアルバムチャートではアジア人初の快挙となるトップ10入り、なんと初登場8位となりました。その後日本でもアルバム20万枚を超える異例の大ヒットとなったことは皆さんご存知の通りです。さらに今年は全米で社会現象になりましたテレビドラマシリーズグリーシーズン2に女優としても登場したりと、活躍の幅を広げています。このようにフィリピンの貧しい家庭出身にもかかわらず、自らの努力と才能で夢を叶えてきたシャリースのように、一日一日新しい自分になろうと夢に向かってチャレンジしている日本の若者を応援しようと、シャリースとワンデーアキュビューモンストとのコラボレーション企画といたしまして、先日バックダンサーオーディションが開催されました。全国から約400人の応募の中で選ばれた4名のフレッシュなダンサーたち、名付けましてダンスユニットアキュビューが、今日まさにこのステージで大勢の皆さんの前でシャリースと共演するという夢を一つ叶えます。こちらもどうぞ皆様ぜひご期待ください。そして今日はこちら新宿ステーションスクエアでのシャリースのフリーライブの模様はユーストリームを通じまして世界に向けて発信されています。ユーストリームをご覧の皆さん、こちらの熱気は届いていますか？世界中のファンが楽しみにしているシャリースのライブ、まもなく開演いたします。なおカメラをお持ちの方、写真撮影、録音などは全て禁止とさせていただきます。ご了承ください。係員の指示に従っていただきますよう、どうぞ皆様のご協力よろしくお願いいたします。それではシャリースに登場していただきましょう。シャリースニューアルバムインフィニティリリース記念イベントスペシャルワンデーフリーライブスタートです。When you left, I was so low.
But I'm not gonna drown. I don't need no shoulder. I'm gonna be a soldier. I just wanna feel something I don't. Sing it loud.
that was really, really great. First of all, welcome everybody. This is my showcase, and obviously, the album just came out today. So please grab a copy and the rest of the song. Actually, that song that I just sang, that was called One Day. Nick Jonas wrote the song from Jonas Brothers. And yes, and that's actually the song for the campaign.